1ミリグラムメイラックス状にミリグラムロフラゼプ酸エチルより発売され適用は神経症や心身症における不安緊張抑うつ、睡眠障害である連用により依存症急激な量の減少により離脱症状を生じることがある抗精神薬に関する条約のスケジュール法に指定されている麻薬及び 抗精神薬取締法の第三種無期精神薬である。ベンゾジアゼピン系の中では特に作用時間が長く、作用もやや強い。血中半減期は60から300時間の超、長時間作用型である。鎮静作用、意識水準の低下、筋弛緩作用はやや弱い反面、高系列作用や抗コンフリクト作用が強い。抗コンフリクト作用はグラム。 キログラムで認められ、その強度はジアゼパムの2倍、ロラゼパムの8倍である。日本で承認されている適用は、心身症や神経症における不安、緊張、抑うつ、睡眠障害である。長時間作用型のベンゾジアゼピンは高齢者に使用すべきではない。現在、パキシルと共に耳鳴りの治療薬としての効果が注目されている。 耳鳴りは、現在は、ステロイド、アデホス、メコバラミンしか、対処薬がなく、その効果もさほどではない。治療効果があれば、耳鳴りの患者への福音となりうる。日本では2017年3月に、重大な副作用の項に、連用により依存症を生じることがあるので、容量と使用期間に注意し慎重に投与し、急激な量の減少によって、 離脱症状が生じるため徐々に減量する旨が追加され、厚生労働省よりこのことの周知徹底のため、関係機関に通達がなされた。キー反応に関して、錯乱や興奮が生じる旨が記載されている。医薬品医療機器総合機構からは、必要性を考え万全とした、長期使用を避ける、容量遵守と類似薬の重複の確認、また慎重に少しずつ減量する。 胸の医薬品適正使用のお願いが出されている。調査結果には、日本の診療ガイドライン5つ、日本の学術雑誌発信による用紙が記載されている。以下は、添付文書の記載であり、頻度は、臨床期間のものであり、より長期の使用では異なる。眠気、注意力、集中力、反射運動能力等の低下が起こることがあるので、自動車や、 機器の操作運転は従事しない。自分の判断で勝手に服用を中止したりしない。アルコールとの併用は、神経抑制作用とアルコールの明定作用を増強するため危険。稀に幻覚、呼吸抑制が現れることがある。現在は、ロフラゼプサムエチル上、会社名に統一されている。過去には、各社から、以下の名称で、後発医薬品が販売されていた。 ありがとうございます。